教会でお祈りしてから決めた方がいいぜ。確かに。いや、ここでね、まあ、俺はもう、はっきり言ってしまえば、この、タグにも書いてますけど、この動画ずっと1回目からね。私はもうビアンカと結婚以外考えられないんですよ、皆さん。そもそもフローラを選ぶ意味がわからないです、俺は。一緒にね、お化け屋敷も行き、今の水のリングのイベントでもね、二人で思い出を語りながらね。で、しかもね、このビアンカを選ばなかったらどうなるかっていうとですね、あの山奥の村にビアンカ一人でいて、お父さんも確か死んじゃうんですよ。で、ビアンカさんはあんな綺麗なのに一人で山奥の村にいて、みたいなことを村人が言ってね、ずっとみんなが気にしてるみたいな地獄みたいな感じになるんですよ。もうね、見てられない感じなんです。俺は一度だから、一度昔水郷でフローラを選んで、電源切ってやり直しました。無理無理無理っつって。ここに戻ってきましたから。だから、もうね、ありえないんですよ、フローラ。だから、そんなのがあったから、フローラのイベントがね、序盤のあの船のところに追加されたりとか、小賢しいことをしてきたんですよね、制作側は。それでもやっぱビアンカ揺るがないですよ。無理です。意味がわからない。でね、皆さん、じゃあ私ここで、せっかくなんで、このイベントのためにね、一つ私準備してきました。見てください、皆さん。まずこちらを。はい。これ、プレステ2版のドラゴンクエスト5の、パッケージです。見てください。これ裏です。どこにいますか？フローラなんてどこにいますか？皆さん、これを見てください。よーく見てください。お金が欲しいんですか？お金が欲しいんですか？お金が欲しいからフローラと結婚するんですか？皆さん。これ見てください。いますか？フローラが。一人もいませんよね。よーく見てください。ここを舐めるように。で、じゃあ次これ見てください。はい。これです。スーパーファミコン版の、パッケージです。ドラクエ5の。はい。これよく見てください。これね。裸も見てください。いますか？これのどこにフローラがいますか？いませんよね。青いのはスライムだけですよ。ここにいるほら、このちっちゃいスライム、これフローラじゃないですから。皆さんよく見てください。そういうことなんですよ。つまりですね、ここでフローラを選ぶっていうやつはね、どうかしちまってるってことなんですよ。まあ、さっきちょうど今ね、このコメント欄に、ビアンカ選んだことないですって言いましたよね。これサイコパスです。そんなわけないんだよな。どうですか？私のこの、はい、論破ですよ。ここに対抗できるフローラ派、かかってこいよ。水の羽衣が欲しいんだよ。あ、いいですね。そういうね、わかりやすいやついいです。まあ、とにかくやっぱみんなね、金や物が欲しいな。イオナズンが強いだ。まあ、そういうこと言うんですよ、みんな。フローラを選ぶやつ。本当にね、君たちダメですよ。もっとね、心を養ってください。ゲーマーとして全ルート一度やらないと、いやもうね、無理！こればっかりは無理よ。そういう気持ちではできない。だ俺もだって今回さ、パパスがさ、死ぬところ、茶化せなかったもん。ぬおーって、やっぱ。もう泣いちゃうもん、あんなん見たら。あ、フローラ寝てる。フローラ寝てますよ、ほら。フローラ結婚を前にしてぐーぐー寝てますからね、皆さん。いいですか？寝てましたよね、今ね。そうでしょ？気に入ったっつって。たとえ娘を選ばなくても結婚式は私に任せなさい。まあ、いい男だ、この人も。友人への招待状も返してよって。ありがとう。フローラ今見ました？グーグー寝てましたよね、フローラちゃんは。じゃあ、ちょっと行きましょうか。俺はどうかしているのか。同情でビアンカを選ぶんじゃない？違うでしょ。やっぱ思い出が違うじゃないですか。子供の時のこと思い出してくださいよ。ほら、ビアンカ起きてる。大変なことになっちゃったね。ほら、フローラと結婚した方がいいんじゃないって。今まで一人でやってきたもんって。あー、こんなこと言うんですよ。こんなこと言うからね、大丈夫かなっつって、フローラと結婚するとですね、えらいこっちゃなるんですよ、これ。この世は金ですよ、過激派。赤織さん、こんばんは。赤織さん来たわ。どうせ、最後はどっちも、馬車でしょう。
じゃあそういう、あれね、赤堀さん、ダメよぞ、システマチックだろは。ダメダメダメ、その性能とかじゃないのよ。馬車に入れとくとか入れないとかじゃないの。馬車には入れるよ、多分。馬車に入れるかもしれないけど、そういうことじゃないの。戦闘だけの、その性能だけで選んでるわけじゃないんだから。赤堀さん、いいとこで来たね。もうね、ほんともう一回見てみんな。いいですか？これ見てください。ほら、このパッケージ見て、ほら。ほら、ここにね、右上にパパスがいますよね。みんな、ほら、このね、お父さんがいて、その下にほら、主人公と、スラリンと、ゲレゲレと、ビアンカがいる。いますね。で、スーパーファミコン見てください、ほら。ほら、これを見てください。完全にこれはもう、そういうことなんですよ。皆さん。だからね、その逆張りみたいなのやめましょう。わけわからん逆張りみたいなのは。ビアンカ強い女です。それがいいんじゃないの？どこ？でもね、ビアンカ別に気が強いって感じで、人に強く言ったりしないじゃないですか。なんか全然、すごく気も使えてるし。そんなね、変な女じゃないんですよ、ビアンカ。いやー、もう見ました？フローラグー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 寝てましたよね。緊張してるふりしてるだけですよ。飛び切りの美人。よしよし。じゃあもう、みんなの説得も終わったし、行こうか。髪の毛の色変わりますね。何のことかわからない、言っちゃいけないけど、変わります。よし。満足。いやもう、これ選択肢なんてないんだから。ないのないの。最初からなかったんだ。もう俺はね、たった一人しか、答えはなかったんで。見とけ、みんな。もう選ぶ相手は一人しかいない。